どうややっぱりガーシーは帰ってこないらしいですね。まあ予想はしてましたけどね。まあ除名でもいいって言ってるらしいですけど。なんか今日あれですね。三浦瑠麗さんの旦那も逮捕されるし、ガーシーは帰ってこないしと。まあ、いろいろある一日ですけど。今からやるのかな？ゴムスマで今なんかそんな話が出てたんですよ。ガーシーさんが帰ってこない。ドバイで、ドバイじゃないか、ドバイでか？トルコでか。トルコでガーシーが記者会見受けたっていう。今からちょっとやるみたいですけどね。ガーシーが出てますよ。帰国はしません。はい。今日チャーター用意していただいた方にもお断り受け、帰国しませんと。文久さんにもその旨をお伝えし、明日の陳謝の、会議において、僕のちょっと謝罪動画も含め、陳謝動画の方を。陳謝動画って何ですか？陳謝動画。陳謝動画でどう謝罪するらしいですよ。でも、議場に来いって言われてるのにね。明日8日の日に日本に帰国するのは、まだ直訴書と自分の中で判断をしたので、もちろん日本には帰国します。それは間違いないです。それは除名されたとしても多分帰国すると思います。その旨は間違いないんですけど。なんだろ、それ。8日に帰るの直訴書って。明日国会に出てきて、議場陳謝をしなさいということだったんです。明日出てこなきゃアウトなんですけどね。何を言ってんだろうと思いますけど。そうなると除名になりますよ。まあそれは仕方ないですね。という。じゃあ逮捕出ますね。不逮捕特権なくなりますよね。警視庁が任意の事情聴取をするという動きがあるようにも聞いていましたけれども、ただこれ任意で強制ではないわけですし、じゃあなぜ帰ってこないのかなというところで、まあ、何か他に理由が身の危険とかですねあるのかなとすら私は思ったりもするんですけど、ただ本人としてそこをガーシー議員帰国しない、滞在しているトルコで取材に応じる、明日の参議院本会議に向けて帰国しない、除名にはならないように、まあ、日本には帰国します。もうだからもう伊勢さんほぼ除名ですね。もうほぼ除名ですね。陳謝しろと言ったのにしなかった、来なかったということになると保育委員会やって、はい、じゃあ次は除名ですねっていうことで除名という動画は、ね、原則は陳謝どうかって、非常に来て謝るというルールになってるんで相変わらずですね、ガーシー本当に近いうちに除名、つまり国会議員の資格も、でも除名になったら逮捕されますけどね。除名は日本には帰るんだみたいなのはおっしゃってるの、そのあたりどういうことなのか。はい、この後お天気です。あらしいです。まあ、とにかく、ガーシーは帰ってこない。やっぱビビっちゃったんですね。逮捕が本当に嫌なんですかね？どうなんだろう？なんか怖いんですかね？なんか狙ってる人でもいるんですかね？ガーシーをね。まあ、なんかそういうのが察してるか。そんなに逮捕怖いのかなと思うんですけどね。チャーター機ね。謝罪動画も含め立花さんに渡した。日本時間夕方5時に立花さんが記者会見するぞ。なんだ、結局立花さんが記者会見するんだ。トルコで自分ができることを少しでもやってから帰りたい。警察当局とのやり取りで答えが出ていないことが多いとも話していて、帰国後の自らの扱いが不明であることも理由に挙げているんですね。とはいえ今月中には帰国したい。日本に帰ったら議員としての仕事をしようと思っている、うん、は日本に帰ったら議員として除名になるよ。意味が分かんないですね。まあまあ、さすがでも詐欺師だなって感じはしますよね。何でしたっけ、帰る帰るって言ってましたね。そしたらお前らハイタッチしようやみたいなことをなんか言ってましたね。まあ最初からそれ嘘だと思ってましたけどね。まあ案の定やっぱり詐欺師だなと思って。言ってることが毎回違いますからね。ただまあでもみんな見透かしてますからね。もう毎回言ってることが全然違うっていうのは。でも大体最近はその予想がつくようになってんですよね。予想外はないですね。どうせああ言ってるけどやんねえだろうなとか、どうせあれ言ってるけど嘘だろうなっていうのが、もうみんなバレてきてるんじゃないですかねと思いますよね。それでもなんかまだ中にはいるじゃないですか。ガーシーを議員剥奪するのは、除名にするのは民主主義のなんとかだとかなんか言う人いるけど、いやいや、こんな人ですよと思いますけどね。まあでも確実に日本の政治家の恥部ですね。政治の恥部を世界に露呈したところがあるんじゃないですかねと思いますよ。ガーシーが一番最初に受かった時から僕はもう日本終わったなと思ってたんですけど、そのまんまの通りでもあれですね、
除名っていうね、なかなかね、ことになりましたよ。